黄巾の乱を端緒に天下は混迷へと向かっていた。困窮した民衆の蜂起によりあらわとなる官王室の衰退、その最たる要因は帝のそばでうごめく宦官たちの専横である。中でも長城ら十条寺は官室の意向を盾にし権勢を欲しいままにしていた。官室の外戚家臣をはじめとした諸侯はこれを排すべく撤去、宦官を駆逐せんと武装して宮中へと踏み込んだ。その中に一人の男の姿があった。呂布、あざ名を宝泉、並外れた旅力と九馬の才を持つ異常夫。彼は宦官と対立する義父丁原に伴われ総統に加わっていた。力を示したい呂布にとって宦官の駆逐など辞意に等しい。だが彼の運命はこの騒乱を機に大きく動き出すことになる。安寧のため尽力するのである。ふん、さあ出てこい宦官ども。あれに見えるは十条寺の一党、一人たりとも逃すな、打ち倒すのじゃ。よくやった、褒めて使わすぞ。兵を呼べ、奴らを駆逐するのだ。死にもならん。まだだ、まだ暴れ足りんぞ。知れ者どもを束ねるは家臣か。奴を狙え、さすれば敵は烏合の衆ぞ。お見事、見せつけてくれますな。この当中衛が守ってやろうぞ。シュレザゴロこの世の最後とは、私は何のために宦官に。お助け。ザコでも宦官よりはマシだ。おのれ、よもやこのわしが。なんと家臣が死んだか。所詮成り上がり者はその程度である。これよりはこの名族縁本所が指揮を取る。皆私のもとで大いに奮戦せよ。長城のことなど知らぬ。どうか命だけは。長城など知らぬ。知っていてもそなたらに教えようものか。天霊、長女らが脱出を図っている模様、帝のお姿もそこにあるとのこと。くだらん、こんな奴切ってどうなるというの。
よくぞ駆けつけてくれた。頼りにするぞ。報告、長城の居場所が判明。馬車の準備をしています。まだ諦めはせるぞ。よし、あとは長城に鉄槌を下すのみ。休憩、呂布よ。くだらぬあがきだ。よくやった。褒めて使わすぞ。あっ、助太刀くださるか。突出すればどうなるか身をもって知るがいい。真の三国無双だ。おい、我が自由で葬ってくれるわ。最強の棒を見せてやる。死ぬ雑魚ども。この都も官室の権勢もわしらのものぞ。許せない、死ぬ者頼み。私はお前らなどに屈さぬぞ。官室を乱す者どもはついえた。これよりは諸侯を皆手を携え帝を支えようぞ。それこそが魔王が。貴様まだ分からぬか。世は乱れた。ならばそれを治めるのは何じゃ。力じゃ。力で逆らう者をねじ伏せる。それが天下を治める道よ。なんと悪辣な。呂布よ、こやつは官室にとって獅子身中の虫。切れ、切るのじゃ。ほう、貴様、呂布というのか。そのアホを捨て、わしの養子にならぬか。貴様もわしと同じ側であろう。その力、天下に示すがいい。呂布よ、何をしておる。さあ答えを聞かせよう。行くぞ。俺を楽しませろ。腐敗の後に訪れたのは暴虐であった。呂布たちの活躍により権勢を振るった宦官は駆逐される。だがこの騒動の中、有力者であった家臣が死亡。一方で西方の豪族董卓が帝を手中に収め権勢を得た。この時呂布は董卓に同調、義父丁原を切りその幕下に加わる。その後董卓は高位の職に就き、帝を拝立するなど専横を極めた。これに対し袁紹、曹操らが諸侯を束ね連合軍を結成。董卓を打倒すべく要衝古老館へと軍を進めた。董卓は形勢不利と見るや、すぐさま長安への遷都を決定。呂布と同じく配下である長領に洛陽からの撤退戦を命じる。乱世の鬼神呂布、その運命はまだ他人の手のひらの上にあった。